カメラの北村は株式会社北村が運営する写真用品店チェーンである。ブランドメッセージはハッピーウィズフォトス。1934年に高知県高知市境町にて創業した北村写真起点をその外する。1943年には株式会社北村商会として法人化された。1970年4月、株式会社北村に称号変更。 2009年4月に北村が展開していたカメラの木村とスナップスをカメラの北村にブランド統合したことで850店舗となり単独ブランドにおいては店舗数が業界主位になった。また唯一出店していなかった和歌山県に旧スナップスの店舗が編入したため全都道府県での出店を達成した。またかつての野望であった。 スナップスはイオングループだったこともあり、イオングループの店舗内に小規模のカメラの北村として現在も営業している店舗も存在する。ビッグカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店と違い、基本的にカメラ関連商品以外は積極的に販売していない。かつてバイハムやコムの名称で AV 機器一部家電、 パソコンやその周辺機器などを専門に取り扱う店舗が存在したが、現在はその店舗はない。現在も AV 機器と加減製品については取り寄せ対応で販売している。かつてグループ店に新種服販売店キックスもあった。カメラの北村でも各種 AV 機器やコードレス本やワープロを90年代中期まで販売していた。近年では 主要3キャリアのスマートフォンを大部分の店舗で取り扱っている。近年ではインターネット販売にも進出し、地方では容易に手に入らないカメラボディ、レンズなども販売している。また、店頭で買い取りをした中古カメラ、レンズを専用サイトにて掲載しており、最寄りの店舗に取り寄せて購入することができる。また取り寄せてもキャンセルも可能。デジカメ専門店。 デジカメプリント専門店などを標榜しているのも特徴の一つである。こうして同チェーンは生き残りと成長を図った。以前は北村カードという印字されるカードがあったが2009年11月現在 T ポイントに加盟している。利用金額税抜き200円につき T ポイント1ポイントがたまり1ポイント単位で利用できる。以前の CM ソングは ヤンキードゥードルの替え歌でアレンジが2種類存在し店内で流されていたことがあった。現在は月曜名作劇場で提供、再びヤンキードゥードルの替え歌で15秒 CM2 本を放映中。ラジオでは東海ラジオがツナイターで提供。2016年9月末時点ではカメラの北村は850点ある。 2018年3月までに129店を閉店することを発表した。2018年7月、カルチュア・コンビニエンス・クラブ参加の CEK ホールディングスが実施する株式公開買い付けに合意することが発表され、同年8月に CCC の完全子会社となった。2019年3月、北村ホールディングスの発足に伴い CCC の連結子会社となった。 株式会社、北村の本店は、高知県高知市本町四丁目一番十六号に、あるが、本社機能そのものは九百九十三年に、神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目四番地、一に作った新横浜事務所にある。その一方で、横浜市内のカメラの北村店舗は、とつかくの一店舗のみであったが、店舗ブランドの統合で、旧カメラの木村、旧 スナップスを編入したため、全16店舗に拡大された。同社は、カメラの北村のほか、子供写真館、スタジオマリオ370店舗、フランチャイジーとして、同社市会社である、株式会社北村 PC デポが、PC デポ1店舗の運営も行っている。特に2004年からは、子供写真館の店舗数を急速に増やしており、 カメラの北村の一部店舗には、スタジオマリオが併設する店舗もある。なお、スタジオマリオは、店舗ブランドが一本化したと同時にロゴマークが新しくなった。2016年4月28日和歌山県岩出市に、スタジオマリオガン出店がオープンし、47都道府県すべてに、スタジオマリオが進出することとなった。また、同社の店舗網が手薄だった。 首都圏に出展し、2006年に子会社となった株式会社カメラの木村とイオングループから富士フィルムグループを経て2007年4月に子会社化したジャスフォート株式会社並びにその子会社のスナップス販売株式会社を2009年1月に吸収合併。さらに2009年4月に店舗ブランドをカメラの北村に一本化した。同社の子会社には 次のような企業がある。かつてはドラッグストアの株式会社 J ドラッグもグループ会社だったが2006年10月1日にキリン堂に売却している。売却価格は3億4900万円で約5700万円の損失となった。本社は北村と同じ高知県高知市にあったが店舗はすべて香川県内にあった。なお J ドラッグは2012年2月に 同じくキリン堂の子会社だった日照ドラッグに合併され、さらにその日照ドラッグも同年8月にキリン堂本体に合併されており、野望だけが残っていた。店舗も売却時点は8店舗あったが、2017年8月31日に最後まで残った福井支店が閉店した。店頭で行っているサービスは、インターネット経由でのサービスは、である。 すべてのカメラの北村にて、ボタン電池を含むすべての使用済み電池、カメラ外仕様の電池は含まないただしボタン、コイン電池はほぼ回収できる。例、ゲーム機の電池、モバイルバッテリー等は対象外の回収を行っている。なお、インクカートリッジの回収は一部の店舗しか回収していない。またトナーの回収は対象外であるまたあくまで北村は、 写真専門店の扱いなのでコリカのトナー、回収ボックスの設置も期待できないためおとなしくトナー、購入元や販売メーカーに問い合わせしよう。写真番号は1.49.1114.1519.2126、その後1がついていく。ありがとうございます。